はい、超高速光通信研究分野広岡火災研究室の火災です。本日私たちの研究室では、ハイビジョン映像の 225km 光ファイバー伝送実験の様子をご紹介いたします。こちらにその伝送の様子を模式的に示した図を示しています。今回お見せする実験ですけれども、ハイビジョンカメラで映像した動画の画像をデジタル信号に変換しまして、光に乗せて光ファイバーを伝送します。光ファイバーは低損失な伝送路なんですけれども、それでもですね、光ファイバーを光信号が伝送すると距離が伸びるごとにやはり光の信号のパワーが弱くなってしまいます。そこで途中途中に光ファイバーのパワーを、光信号を増幅する光ファイバー増幅器を設置しています。でこのようなシステムで映像の情報を伝送しまして、受信部ではもう一度デジタルの信号を映像の信号に変換してこちらのハイビジョンのモニターに遮影するというふうな実験をお見せしたいと思います。まず伝送実験に移る前にですね、どのように光を使って情報を伝達するのかということを簡単にご紹介いたします。まず私がこちらに持っている線、こちらはですね、石英ガラスでできた光ファイバーの素線になります。この細い線の中を光信号が通ってきまして遠くまで情報を伝達します。その光ファイバーを模式的に拡大して示した図がこちらの上の図になります。この左側はこのファイバーの断面を示しておりまして、一般的な光ファイバーはコアとクラッドの2層からなっています。コアとクラッドですけれども、これは屈折率の違いがありまして、コアの方が屈折率が大きくなっています。これはコアのガラスの部分に例えばゲルマニウムのような元素を混ぜて屈折率を高くしています。でこの屈折率の違いですけれども、屈折率が高い低いというのは光信号の通りやすさ通りにくさを示しています。屈折率が高いほど光が通りにくくなって光の伝播する速度が遅くなります。つまりこのファイバーですと、この真ん中のコアの部分がクラッドの部分に比べて光の伝達する速度が速さが遅くなっています。こういった2層構造にすることによりまして、光の信号をコア部に入力しますと、コアとこのクラッドの境界で全反射しながら光信号が遠くまで伝播します。この光ファイバーの特徴としましては、損失が小さいこと、帯域が広いこと、軽いこと、電波の影響を受けにくいこと、また材料であるシリカのガラスというものが地上に豊富にあるというところが特徴になります。でこの光ファイバーの中をどうやって例えば映像のような信号を伝送するのかということをこちらでご説明いたします。例えば音声や画像の情報というのは、こちらの赤い線で示したような電気信号で表されます。例えばこのように電気信号の電圧が大きくなったり小さくなったり、こういった変化で情報を示します。画像や動画ですと、その色や明るさの情報をこういった連続的な電圧信号の変化で表します。光ファイバー通信ではこういった電気の信号の変化をデジタル化した0、1の情報で伝送します。このような電圧信号の変化の情報を細かい領域に分割しまして、その電圧の大きさを0と1の2つの信号で表現します。例えばこちらですと、電圧が小さいところを001と表現し、大きいところを111と表現します。光ファイバーの伝送ではこの0か1の信号を伝送して、こういった映像の情報を伝達することになります。ではどのようにして、このデジタル信号を光ファイバーで伝送しているのかをご説明いたします。音声やデータ、動画といった情報を0と1のデジタル信号に変換しまして、レーザーが光る、つまりオンの状態、また消えるオフの状態に1と0の情報を表現しています。
レーザーを高速にオンオフすることで高速なデジタル信号の情報を伝送することができます。で例えば今私がこちらに持っておりますのが緑色の光を発信するレーザーポインターになります。でこちらの信号を空間を飛ばしてこの白い台紙に今遮影しています。緑の点が見えるかと思います。でこの緑の点があるとき、レーザーが光るときを1、消えるときを0として、これをこのように高速に切り替えて0と1の情報を伝送しています。今はレーザーポインターの光は空気中を飛んでおりますけれども、この間が光ファイバーだと思っていただければ良いかと思います。このようにして0と1の情報を伝送しています。光ファイバーは低損失な伝送路と先ほどご説明いたしましたけれども、やはり光ファイバーの中で散乱や吸収が起こりまして、ここの中を通ってくる光の信号のパワーが弱くなってしまいます。例えば長距離光通信で利用される 1.5 ミクロン帯の波長におきましては、 100km 信号が通りますと光のパワーというものが入射した信号のパワーに比べて100分の1まで弱くなってしまいます。このような状態ですとなかなか長距離情報を伝送することができません。そこで現在の光通信におきましては、弱くなった光を増幅する光増幅器というものを用います。こちらは光ファイバーのコアの部分にエルビウムという元素を添加した特殊な光ファイバーを用いたエルビウム添加光ファイバー増幅器の構成です。この増幅器に弱くなった光信号を入射しますと、そのパワーが簡単に1000倍から1万倍ぐらいまで増幅することが可能です。これによって長距離の光通信が可能となっています。このエルビウム添加光ファイバー増幅器ですけれども、本学のディスティングイストプロフェッサー、また現在は電気通信研究機構の特任教授でもあります中澤正孝先生が世界で初めて開発した光増幅器であります。こちらの図がその初めて開発した光通信用の光増幅器のプロトタイプの写真になります。現在の情報化社会はこの光増幅器がなければ成り立たないと言っても過言ではありません。それではこの次に実際にこの増幅器や光ファイバーを使ったデジタル情報の伝送実験の様子をご説明いたします。それではハイビジョン映像の光ファイバー通信の実験の様子をご紹介いたします。先ほど図でお示ししましたが、まずこちらビデオカメラになっておりまして、こちらで動画をリアルタイムに今撮影しております。こちらで撮影した信号を0と1のデジタル信号に変換しまして、こちらで光の信号にそのデータ情報を載せています。ここで光信号は光ファイバーを伝播しますけれども、こちらのボビンには今先ほどお見せしました光ファイバーの祖先が 25km 巻かれております。今回の実験ではこのボビンを9本用いておりまして、一直線に伸ばしますとトータルで 225km になります。 225km は仙台から宇都宮ぐらいの距離に対応しています。光ファイバー中で弱くなった光信号をこちらの光増幅器で増幅してから再度光ファイバー伝送路に送るというふうな伝送系になっています。この光ファイバー増幅器ですけれども、先ほどお示ししましたように本学の中澤正孝先生が開発された装置でありまして、こちらにお示ししましたのは2006年とちょっと古い新聞ではありますけれども、この光増幅器の開発によってノーベル物理学賞の候補となっております。増幅しながら伝送されてきた映像の情報を光から電気信号に変換しまして、その後0と1のデジタル信号を映像の電気信号に変換してこちらのモニターに今映しております。このようにリアルタイムに
ハイビジョンの映像が伝送されているのが分かるかと思います。以上で実験の様子のご紹介は終わりますけれども、今回お見せしました光ファイバー通信の実験は、単純にレーザーが光るか消えるかといった非常にシンプルな伝送方式によるものでした。最近では光の電磁波の性質を生かしまして、これよりも少し高度な光通信のシステムが実用化されるようになっております。もしご興味がある方は、我々の広岡火災研究室の研究室紹介の動画、またはホームページをご覧になっていただければと思います。以上です。